弾丸論破、前回の追加のプレイしていきましょう。さて、今後について会議をするというところからですね。この感じだとまあ脱出口は見つかってないって感じなんだろうけど、お互い調査の成果を披露し合い、情報を共有化しようではないか。一刻も早くここから脱出するために。ちょっと待って。何事だ。なんて言ったっけ、あの銀髪の彼女。あ、そうそう、キリギリ京子。うん、彼女がどうした。いないけど。なんだと。気づいてなかったのか。僕はぐるりと食堂を見ました。そこには確かにキリギリさんの姿がなかった。ねえ、キリギリちゃんどこに行っちゃったんだろう。誰か見た人いない。なんか一度は首を横に振るばかり。誰もキリギリさんの姿を見てないの。あの御曹司来てんのにな。キリギリさん、彼女が姿を現さない理由、ひょっとしてそれって。はい、撲殺視察、撲殺じゃないや、応殺か。殺し方は問いません。誰かを殺した生徒だけがここから出られる。それだけは簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるよう、せいぜい努力してくださいね。まさかそんなこと。いや、心配しすぎだよな。おのれ、キリギリ君ね。初日から遅刻か。遅刻してるにもかかわらず、遅刻の旨も伝えないとは、遅刻者としての根性がなっておらんぞ。あんた。言ってることめちゃくちゃだけど分かってる？だが、何事も時間厳守だ。仕方あるまい。いいかね。第1回、希望ヶ峰学園定例報告会の開催を宣言する。内君、じゃあまずは、手分けして調査していたみんなの報告を聞くとしましょうか。うん、そうだね。なんだか、何？今の私って本当に内君の助手みたいじゃありませんでした？頼りない助手ですけど、精一杯頑張るんでよろしくお願いしますね。俺こういうの言われるとね、あ、警戒しかしない。怖いこの子。いや、これ以上ないくらい心強い助手だよ、舞園さんは。めちゃくちゃ怖い。あ、全員に話できるわけじゃないのか。本当に助手としか話せないのか。じゃあ状況を知らない内儀くんのために、私から簡単に説明しておきますね。みんなは手分けしてこの建物内の調査をしていたんですけど。あのですね。あー。聞いとく？トガミ。俺が調べていたのは、俺たちを閉じ込めた犯人についての手がかりだ。だがこれといった発見はなかった。以上だ。それで終わりか。発見があれば報告するつもりだったが、ないのだから仕方あるまい。そうか、了解した。戸上と石丸は単独行動。石丸は、僕は寄宿舎エリアを調べていたんだが、そこで世紀の大発見を成し遂げたぞ。寄宿舎には全員分の個室が存在したのだ。そんなの知ってるよ。真っ先に確認したし、ドアにネームプレートが貼られてて、それぞれの個室が指定されてたわね。ご丁寧に名札付きの鍵まで用意してあったな。ってことは、やっぱり、さっきの部屋が僕の部屋だったんだな。それと、あの部屋は完全防音みたいよ。私と、二人でやったの。へぇ、仲いいね、もうね。藤崎で確認してみたんだけど。隣の部屋で大声出しても全然聞こえなかったよ。ですが、清潔なシャワールームもありましたわ。鍵までついていましたわね。鍵がかかるのは女子の部屋だけらしいけどね。あれ？さっき調べた時は僕の部屋のシャワールームは鍵がかかっていたような。変だな。後でもう一度調べてみるか。キリギリそこで死んでんじゃねえだろうな。つうかよ、勝手に個室なんぞ用意して、何を勝手に泊まる流れにしやがんだ。ないよりマシじゃないか。おかげでサバイバル生活を強いられる心配もないのだ。それで、あんたの報告はそれだけ？そんなはずないわよね、優等生さん。いいか。報告は以上だ。では次に移ろう。強引に行ったな。あのですね。ここ行く？私らは廊下や教室の、窓の鉄板を片っ端から調べて回ったんだ。どっかに外れるのがないかと思ってさ。で、結果は、全滅だよ全滅。どの鉄板もビクともしねえでやんの。どうしよう。どこにも逃げ道なんかなかったんだよ。この学校、本当に封鎖されてるんだよ。やばいよ。やばい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 。
マジでヤバいってどうすんのよみんな。おいおい、もう作って俺までビビってくるっつーの。どうしようもなさそうだけどな、これ。ですね、私たちは学校エリアの方を調べてたんだ。どっかに外の連絡手段もないかなって。だけど何も見つからなかった。ごめん。うん、玄関ホールに戻って、あの入り口の鉄の塊を何とかできないかと試してみたんだけどよ。俺と大神で束になっても、歯が立ちやしね。いくら机や椅子でぶったたいてもダメだった。ありゃまるで鉄みたいな硬さだったぜ。そうですわね、鉄ですから。やれやれだぜ。とにかく成功法であの鉄の塊をぶち破るわけにはいかねえみてだぜ。鉄かは分かんないよな、金属ではあるけど。なんだか泣きそうになってきた。でも我慢しないと、水分消費は抑えておかないとね。ならば続きは我から話そう。外との連絡手段とは関係ないが、少々気になるものを見つけたぞ。学校と寄宿舎の廊下には2階へと続く階段が存在したのだ。でもだけどシャッターが閉じてて入れなかったんだよ。どこを探してもそれっぽいスイッチとかなかったし、つまり現段階では建物の1階部分しか調べることはかなわぬということだが、されど現状で入れぬ2階より上にはまだ可能性が残されているということもある。脱出口が存在するという可能性から。いやー、頼りになるな。さくらさんと呼んでもいいですか。あのですね、で、あとセレス隊は正確に言えば私たちは一緒に行動していたわけではなく、一緒に何もしていなかったということになりますね。ずっと体育館にいただけですから。そんな、だって学園会を駆けずり回って調査するなんて私のイメージありませんもの。は、何もしないで体育館にいただけなんて、あんたら何考えてんの。だって誰も誘おうとしなかったでしょ。一緒に行こうって言ってくれなかったでしょ。私をのけもにするのがいけないのよ。それがいけないのよ。めんどくせえな。何よ、一緒に来たかったら自分から言えばいいじゃん。こっちからね、こっちから願い避けよ。あんたみたいなおギャルと一緒なんて。おギャル私あんたみたいに頭も体も軽そうな女って生理的に吐き気を催しちゃうの。ありえなくね。びっくりだし仰天だわ。ほぼ初対面でそこまで人の悪口を言うなんて。まあまあ、青谷さん冷静に話し合うべ。こんなん肌にも悪いしな。そうですよ、喧嘩するほど仲がいいんですか。どうなんですか前園さん。それはなんか違うと思う。あの、これで一通りの話は聞きましたね。じゃあ報告が終わってないのは私だけですね。ああ、そういうことか。フラグってそういうことなんだ。あ、やべ、飛ばしちゃった。絶対話の流れで行くと思ったから。どうやら食料の心配はなさそうです。あ、ここか。私はこの 食堂を調べてたんですけど、奥の厨房にある冷蔵庫の中にびっしりと食材が詰まっていました。どうやら食料の心配はなさそうです。いくら豊富って言っても15人もいたら何に過ごすやら。あんたはごまでも食べてなさいよ。こいつ何なんだ。僕は鳥。心配いりませんよ。冷蔵庫には毎日自動で食料が追加されるらしいんで。と、モノクマさんが言っていました。本当か？こいつ本当に、もうこいつしか疑ってないんだけど。あったの？冷蔵庫を調べてたら飛び出してきて、それだけ言ってまたどっかに行っちゃいました。ラジコンとは思えないスピードでした。それって、神出鬼没の動くぬいぐるみ兵器って、怖いのか怖くないのか微妙な設定だね。でも、大丈夫だった？クマに食われそうになったりしなかった？食われる？ねえねえ、それってどういう意味で？食われるってどういう意味で食われる？ちょっと、おいこら、おいこら、上でアグレッシブすぎんだろ。タチの俺酔っ払いかよ。実際つうか、タチのいい酔っ払いなんていないべ。ちょっとあんたらふざけてんじゃねえよ。寝ぼけてんの？私らは監禁されてんのよ。いつ殺されてもおかしくないのよ。その女の言う通りだ。ふざけてる場合じゃねえぞ。マジでなんとかしねえとよ。言いかけた大和田くんの言葉を遮るようにして、その声は上がった。ずいぶん騒がしいのね。ふーん。生きてんのか。余裕があるの？それとも現実を受け入れてないだけ？というやつは！キリギリくん、今まで何をやっていたんだ？とっくに会議は始まっているんだぞ。
すると彼女は無言のままテーブルの上に一枚の紙を投げた。これって、希望ヶ峰学園の案内図らしいわよ。希望ヶ峰学園の案内図？待て、これをどこで？さあ。どこだっていいじゃない。いいことあるか、激しく気になるじゃないか。そんなことよりさ。この紙にどんな意味があんの？どうやら。この見取り図を見る限りだけど、今、私たちがいる建物は、希望ヶ峰学園の構造と全く同じみたいよ。つまり、ここは正真正銘希望ヶ峰学園ってこと？そう。構造だけはね。でも、いろいろと妙な改築は入ってるみたいよ。改築？でも。詳しいことはわからないわ。手に入れた見取り図は、1階の部分だけだったから。でも、本当に希望ヶ峰学園だったんだ。他の場所に連れ去られたわけじゃなかったんだ。なバカなことあるかよ。こんなところが国の将来を担うエリートを育てる学園だ。でもさ、ここが希望ヶ峰学園なら他の生徒たちはどうしていないの？もうやめんべ、そんな暗い話ばっかり。でも葉隠君は心配じゃないの？僕らのこの状況がさ。うん。心配？何の心配だべ。だってこれって希望ヶ峰学園が計画したドッキリイベントだろ。実際こんなんでいちいち動じてたら口からエクトプラズムが出るって話だべ。だべ。家宝は寝て待て、要はゆっくりイベントの終了を待ちゃいいんだって。何？あんたは何を笑ってんのよ。よかったですわね、皆さんで手分けして調査した甲斐があったようですわ。お前はしてないんだろ。あんた話聞いてた？どこに調査の意味があったのよ。逃げ道も見つからず犯人の正体も不明のままで、何もやってない奴が何を言ってんだ。あら、調査したおかげで判明したじゃないですか。いやー、実際重要だよね。わからないことがわかったみたいな。よろしいですか？逃げ場のない密室に閉じ込められたということが、紛れもない事実だということが。彼女のその言葉に、僕らは黙るしかなかった。認めたくない現実。でも、それこそが僕らの目の前の現実だったのだ。言わないでよ。忘れようとしてたのに。出口もないところに閉じ込められて、どうすればいいの？簡単なことだ。こっから出たければ殺せばいい。冗談でもやめろって。皆さん落ち着いてください。もっと冷静にこれからどうすべきか考えましょう。なんかいい方法ねえのかよ。適応ですわ。ここでの生活に適応すればいいのです。それってここで暮らすことを受け入れろっていうの？お分かりですか？適応力の欠如は生命力の欠如。生き残るものは強いものでも賢いものではありません。変化を遂げられるものだけなのです。実はそれを踏まえた上で、私から皆さんに提案があるのです。提案だと？閉じ込められている以上、私たちはこの場所で夜を過ごさなければならないわけですが、皆さん、夜時間に関するルールは覚えていらっしゃいますでしょ？夜10時から朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域あるので注意しましょう。就寝は寄宿舎に設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。この夜時間に関してなのですが、もう一つルールを追加した方がよろしくありません？ルールの追加って？夜時間の出歩きは禁止以上です。校則では夜時間の出歩きは禁止しておりませんが、そこに制限を設けるのです。はぁ、なんで？よろしいですか？なんでってな、実際信用できないからでしょ。このままですと、私たちは夜になるたび、怯える羽目になりますわ。誰かが殺しに来るのではないかと。そんな疑心暗鬼を抱いたまま夜を重ねていけば、すぐに憔悴しきってしまいますわ。なるほど。その防止策として、夜時間の行動に制限をかけようというわけか。ただし、校則と違って強制力はありません。皆さんのご協力次第となりますが。仕方ないっしょ。でも、私は賛成かも。そこのゴスロリの言う通りつが、ルールを設けなきゃ共倒れになりそうだし。行きたまえ。僕も男子を代表して賛成しよう。は？勝手に代表？いいですわね。皆さん賛成いただけたようですね。よかったですわ。では、私はこれにて失礼しますわ。どこ行くの？もうすぐ夜時間になりますわ。その前にシャワーを浴びておこうと思いまして。ごきげんよう。それではごきげんよう。スレスさんは優雅な足取りで、そのまま食堂から出て行った。それは他の者に止める隙すら与えないようなごく自然で当たり前の行動のようだった。ものすごい割り切りのようですな。
この場所に泊まることに何の疑問も抱いていないような。適応力か。え？なぜ乃木じゃ、一人いなくなっちゃったけど。うん。では、今日の会議はこれぐらいにしておこうか。わかったか。なぜなら、夜時間まで間もなくだからな。僕らも明日に備えるとしよう。本当にこんなところにお泊まりするしかないの？仕方ないっしょ。仕方ないわよ。寝なきゃ体力削られるだけだし。やれやれだぜ。今日のところは諦めるしかねえな。ふん。今日はそれでいいとしても、明日からはどうすんの？やはり。今日のように手分けして調査を続けるほかあるまい。何か発見があったら互いに持ち寄ればいい。うん。そうだね。そうしようか。じゃあ解散ね。私も疲れたし。みんなは思い足取りでそれぞれの個室へと向かっていった。なえぎくん、私たちも行きましょうか。うん、そうだね。部屋に帰ってきたね。本当にこの部屋に泊まるのか。そうだ、休む前にシャワールームをもう一度調べておかないと。女子の部屋だけ鍵がかかるはずだったよな。よし、開けてみよう。ダメだ。やっぱり鍵が。ブブー。鍵じゃないよ。え？おう。リアクションが大げさだな。まるで人を幽霊みたいに。あれあれ？いや、この場合は熊を幽霊みたいにが正しいのかな？何しに来たんだよ。なんと！苗木誠くん、マジヤバだよ。マジカルなヤバさだよ。ウルトラマジカル、ヤバヤバアタック。実は君の部屋のシャワールームだけドアの立て付けが悪いことが判明したのです。ドアが開かないのは鍵じゃなくて立て付けのせい。あのね、お知らせ読んでないんですか？字が読めないんですか？男子のシャワールームには鍵がかからないんですよ。だって男子のシャワールームに鍵があっても意味ないじゃん。ドキドキ。いや、意味はなくはないけど、僕はバラとかユリとかには詳しくないんで。聞いてよ。とにかくその立て付けの悪いドアを開くにはちょっとしたコツが必要なわけで、僕はそれを教えに来てあげたんだよ。いい？ドアノブをひねりつつ上に持ち上げるようにしながら開けるんだ。本当に立て付け悪いとこって、それだよな。はい。ほれ、やってみ。ドアノブをひねりつつ上に持ち上げるようにしながら、するとドアを浅いと開閉することができた。ぷぷぷぷぷ。開いたね。でもさ、笑えない？君の部屋のドアだけ立て付け悪いなんて。だって、超高校級の幸運なんでしょ？それなのに全然ついてないじゃんね。じゃ、僕は唐突な感じで帰るね。おい、待てよ。くそ。校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。夜時間か。外出は禁止の約束だったよな。今日のところはもう、おとなしく寝るしかないってことか。そんな独り言をつぶやきながら、僕はベッドへと倒れ込み、それと同時に、目を閉じた。眠かったわけじゃないけど、ただものすごい疲労感だった。まるで一日中ぶっ通しで映画を見せ続けられたような疲労感。自分がフィクションの世界に放り出されてしまったような錯覚。当たり前だ。いきなりこんな状況に巻き込まれて簡単に受け入れられるわけはないじゃないか。こうして希望ヶ峰学園での初日は幕を閉じていった。このまま眠ってしまって目が覚めたら全部夢だったなんてオチはどうだろう。オチとしては最低だけど、でも最高だ。それが一番いい。とどまず設備、優しそうなモノクマ先生。そんな中でこれからの日々がスタートを切ると思うと、僕はとても誇らしく嬉しくてなりません。今日は私たち新入生のためにこのような素晴らしい式典を執り行っていただき誠にありがとうございました。希望ヶ峰学園の生徒としての自覚を失うことなく、それぞれの新しい自分の理想を目指して、明日からの生活を送っていくことを誓います。
なんだモノクマ劇場って。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。朝らしいな。窓がないから確かめようもないけど、とにかく今日はこれからどうしよう。とりあえず前園さんを誘って彼女と相談してみようかな。僕の助手だってそう言ってくれたんだしな。よし、思い切って彼女の部屋に行ってみるか。そう決意を固めたところで僕は自分の部屋を後にした。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。次回前園さんの部屋に行ってみましょう。めっちゃこっち見てる。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。